ちは、ドリです。私は幼稚園で英語の教師です。今日は多分イースターのメイクやります。でも虹色じゃなくてもっとパステル可愛いのメイクする今日します。はい、スタート。今日は最初に顔の準備します。で顔、多分冬は少し大変、多分顔はすごいドライになる。だから最近はプライマーはソースとローションのような感じがある、すごいハイドレーションのものを使います。これはアメリカのオッタという店から買った。次は私の顔がよくたくさん油がある。だから最近は日本のカンメック東京の多分フィニッシュベースを使います。これは少し多分顔の色があるだからすごいいいだと思う。ベースのために多分最近は多分さっきは多分大学の時からずっと BB クリーム使うけど、最近多分アメリカのファンデーションも使います。多分昔で使った時はすごい多分悪い気持ちがあったけど、でも最近のものはすごい綺麗になった。これはロリアルペリスのトゥーマッチのもの、多分一番明るいのものです。本当にこうしてね。次のベースは多分カンシーラーも使います。これは NYX のブランドのものです。多分これも一番明るいのもの。大抵カンシーラーは多分目の下にどっか、多分これでも T ゾーンのところだけ使います。最後のベースはパウダーです。これはアメリカのカバーガールのパウダー。ベース終わります。多分次は今日の色を決める。今日はイースターだから、今日はエースビューティーの全部のセットがある。今日すごいたくさん色がある。これはクラシックパラダイスのものは黄色とオレンジのもの。これはブラッサムパッションはもっとピンクのものもあった。パラダイスフォレンはもっと綺麗の紫。あとはスライスパラダイスはいつも使うものいつも虹色のものです。そう、今日は多分4つのものだからたくさん色があります。今日最初にこれは NYX のジャンボヌックペンツを使います。ベースは白を使えば多分色はもっともっと明るくなる。多分次は多分このカーネーションというものを使います。次はメイズというの黄色の色、さっきは少し黄色。目を閉めるときはあんまりメイク見えないから、だから今日黄色のレイヤーはもっと大きくなる。ではもう一回多分もっと白いのレイヤーもある。次は多分シュガーピルのキムチという青のことを使います。この青少し明るいだからもっとソフトになりたい。だから今日シュガーピルのリトルトゥインスターズのクラブのクラウドメイクのキラキラのものを上に使います。黄色のレイのためにこのシュガーピールのキラキラのものもある。これはハイビズというニオン色。あとはこのピンクかオレンジのようなことのためにこのヘイというキラキラものも使う。今日はハイライトのところはムーンゴー。
のところはもっと明るいのものが欲しい。だからこうバリ。最後は眉毛のとこ。眉毛のところはのアシッドベリーというの緑の。これもシュガーピルのもの。あとこのところはもっと黒くなるのためにこのフルーツダブのものを使います。もっとハイライトのためにここでさっきのミルクペンツも。次はアイラインやります。今日もエルフのアイラインを使います。これは100円200円ぐらいのものだけど、すごい一番大好きのアイライン。すごい使いやすい。もう最近は風はすごい強いだからアイラッシュあまり使えない。すごい最近は自分のアイラッシュを描いて目のところ終わります。でも次は多分イースターのためのすごい大事なものがある。大事なものは卵だから、イーストのためにいつも家族と一緒にすごい綺麗に卵は染める、たくさん入れてやる。だから今日もいろいろのイーストエッグ作る。だから前に卵の色、イーストですごいすごいたくさん卵を作る。だからイーストの日は朝でみんなは多分卵のために過ごす。すごい楽しい。自分の卵をよくのために過ごす。卵のためにこのメタリックのボディクレヨンいっぱいある。多分さっきに少しシャドウがいいかな。だからこれさっきのアセベリーの今のクレヨンは少し難しい。だからシャドウの方がいいと思う。だから今からこれナイトスカイの紫とトワイライトのもさっきも使います。自分のところはラブのピンクとさっきのカーネーション。次はでも少し黄色のサンフラワーとオレンジのベジテーション。あとはルーベル。ポシテミンとダフォデル少しだけあるとスターリー使います。フラミンゴ一つのヘイとは白いのところはまだベタベタだが白いのシャドウも使います。これはシュガーピルのダイモンドアイズ。少しだけキリキリの白いもの。あとは多分キリキリものすごい大好きだからもっともっとキリキリになる。多分このグッドは多分コンタクトの多分前はレインボーコンタクトは買った。この時はこのブランドからこれももらった。多分無料のもの。多分すごいキリキリの。多分この大体アイラッシュのグッドだけどこれこの色のものも使います。あとはこれはダイソーのネイルアートのもの。次は少しカントールのものをやります。カントールとかハイライトも多分今日のブランドは多分さっきのアイラインと同じのブランドはエルフ。今日のハイライトはカンメイク東京のハイライト。すごい綺麗。最後はリップのベースはいつもこのカーメックスのもの。これは先にシュガーピルとリトルトゥインスターズのコラボレーションのララのピンク。あとは少しだけのシュガーピル
のグリントというソースキラキラのものを使います。もっとキラキラになるのために、これはダイソーのリップグロス、ダイソーのリップ、最後はソースとシュガーペルのハチタチのピンクをやります。最後のものはマスカラ、今日はダイソーのクロエのマスカラ。最後はこれは NYX のカラーマスカラ。多分クロエマスカラはもっとどこか長くなる、これは色だけ。はい、一緒のメイク終わります。メイク終わったから、でもあとフックも終わった、だから最後はアクセサリーとか多分髪のことをやる。今日ウィッグ使うから、前にこれピンズ。今日のウィッグは原宿のボディラインで買ったと。これはスターミーというのブランドのネックレス、これは竹下のリセンフレーブで買った。はい、最後はヘルピースとリング。今日のヘルピースは自分で作ったもの、全部のものはダイソーのものです花とか卵も、あとはこの花の丸いのもの、このキレキレのネットだけダイソーじゃないこれ西ニプリで買った。このコンセプトはイーストの時は、そして春になる、だからたくさん雨が降る後で、すごい花は去る、だから多分イーストの時はもみんなはもっと元気になると、全部のところは明るくなる、だからイーストの時はすごいこのいい感じがある、だからこのようなものを作った。今日使ったのために、でもダイソーの蝶々のケープがある。ブランドはあまり覚えないけど、アーティズムマーケットで買った。最後はイーストエッグもある、小さいのイーストバスケットある。大抵エッグの中にキャンディがある、でも今日何でも入ってない今日の服は、これはでもリサイクル店のものです。竹白いのクローゼットスタイルで買った。あとはスカートは多分オンライン店で買った。今日のタイツは竹白いのウィゴで買った。多分靴下もウィゴと、あとは靴は CSTMP のサンディアウト衣装コラボレーションの特別の靴です。全部の花はダイソーで買った今日のコンセプトすごい安いのもの、全部はダイソー、ダイソーリサイクル店とか今日の頃はすごい安い今日終わりました。このイースターのコンセプトはどうだった？私はイースターはすごい大事の休日、私の家族のために、だから毎年はこのようなイースターの頃をやります。今日のファッションポイントはこのイースターエッグのものです。家族と一緒にいつも一緒にいるいるにいる染めた、だからすごい大事なもの。あとはこのヘッドバンドもすごいたくさんイースターエッグのもの入ってるすごい虹色のもの。今日のイースターメイクは終わりました。ありがとう私の SNS はいろいろなことがあります。私のインスタグラムの名前は thatunderscore rainbow underscore chick です。あとは Twitter も使います。 Twitter は that rainbow girl だけ最後は多分自分の店もあります。多分今日のファッションじゃなくて、もっと虹色のものをたくさん自分のアクセサリー作る、だから etsy.com/shop/thatrainbowchick に行ってみて、自分の普通のスタイルのものを見つかれるカイペティンの動画ですごいたくさんコメント知ってください。多分好きなものとかもっと見たいのものもたくさんコメントで教えてください。トリでした。今日終わります。ありがとうございました。